こんにちは。メンズファッション通販サイト T コレクションスタイリストのニチと申します。同じくスタイリストのみゆです。よろしくお願いします。今日はパーカーの着こなし方、顔タイプ、エレガント編というテーマで動画をお届けしたいと思います。同じパーカーでもお顔の雰囲気で似合う着こなし方というのは変わってきます。今回は顔タイプエレガントさんがどういう風にパーカーを着こなせばおしゃれに着こなせるのか、カジュアルなパーカーをどういう風に大人っぽく着こなすかを解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。私たち D コレクションは顔タイプ診断を活用してあなたに似合うコーディネートのご提案を行っています。顔タイプ診断っていうのは何っていう、はい、ところなんですけれども、顔タイプ診断っていうのはご自分のですね、こうお顔の雰囲気に合ったこうアイテムとかのコーディネートとか、髪型ですね、といったことをこう知ることができる診断のことを言います。ご自分 の, このお顔の雰囲気とお洋服との雰囲気とにね、統一感が出せるので、おしゃれにかっこよく見えるのはもちろんなんですけれども、ご自分のですね魅力をこう最大限に引き立てることができるようになります。自分に似合う服が分かるようになるので、何を買っていいか分からないとこう悩んでいる方にこそこう顔タイプ診断がとってもおすすめになります。エレガントさんはこう大人っぽい雰囲気のお顔立ちなんですね、で、まあ、お顔のパーツがこう丸くてこう大きいので、優しい雰囲気とこう華やかさっていうのも兼ね備えています。まあ、大人っぽい雰囲気のこうお顔立ちなので、まあ、どちらかというときれいめな着こなしがね、まあ、得意なお顔のタイプになるんですけれども、まあ、カジュアルなパーカーをこう着てはいけないというわけではないんですね。このコーデのようにですね、ポイントを押さえていただければ、大人側のエレガントさんにも似合うパーカーのコーデが作れるようになります。まずですね、押さえてほしいポイントっていうのが、きれいめアイテムを取り入れるっていうことですね。きれいめアイテムっていうのは、テーラードジャケットとか、こうシャツとか、レザーシューズっていったこうスーツスタイルでね、着るようなアイテムのことなんですけれども、まあ、こんな感じでですね、パーカーのインナーに襟付きのですねシャツをこう重ね着して、ボトムスはセンタープレス入りのこのスラックスですね、こちらを合わせてます。さらに革靴を合わせれば大人のカジュアルコーデが完成しますので、そうですね、エレガントさんでもね、パーカー OK です。この辺ちょっと重要なポイントにはなるかなと思いますので、ぜひね、おきれいめアイテムもね、取り入れていただきたいですね。そしてね、大人顔で華やかなお顔立ちのエレガントさんなので、このコーデ の, ホワイトとネイビーといったようなメリハリのある配色がもうとってもお似合いになります。こんな感じでですね、エレガントさんに似合う要素を取り入れてあげることで、カジュアルなパーカーもね、着こなすことができるようになります。ただ皆さんの中にはですね、やっぱりこうパーカーはもう1枚で着たいよと、とかシャツを重ね着するのはちょっとなっていう方とかも、いらっしゃるかなとは思うんですけれども、好みでね、そういった方もいらっしゃるかもしれない、そんな時はですね、こう配色をこう工夫してあげれば OK です。配色、こんな感じでこのコーデ全体をですね、こうダークトーンにすると落ち着いた大人の雰囲気に仕上がりますね。パーカーがこうやっぱりカジュアルなので、配色で大人っぽさを出すっていうような感じになります。そうですね、まあ、やっぱ落ち着いた雰囲気にはなりますよね。そうですよね、ダークトーンにまとめるとね、落ち着いた色味でまとめてあげることで、こう30代40代の男性らしいこうパーカーコーデがね、完成します。そうですね、結構こう重厚感のある雰囲気になるんで、こう男らしいね、雰囲気もなりますよね。そうですね、大人顔で綺麗めなこう着こなしが得意なエレガントさんはですね、まあ、こんな感じで、セットアップにこうパーカーを合わせた着こなしっていうのも、まあ、とってもお似合いになります。いいですね、セットアップ、セットアップかっこいいですね。ザ大人って感じ。綺麗めでね、こう大人の雰囲気に仕上がるセットアップと、カジュアルでこう親近感のあるパーカーの組み合わせっていうのは、気にすぎた感じがしないし、まあ、こうちょっと程よくラフな大人のパーカーコーデに仕上がります。ちょっとこうより上品な着こなしをしたいよって方には、まあ、とってもおすすめですね。どうしてもこう綺麗めな着こなしっていうのは、硬く見えたりとか、決めすぎた感じに見えてしまいがちというか、見えてしまう傾向もあるんですけど、パーカー合わせてあげることでね、程よくラフ感が加わるので、調整もしやすいかなと思いますし、ぜひお試しいただきたいですね。
ポイントをですね、うん、まとめますと、はい、必ず綺麗めアイテムと合わせる、うん、メリハリのある配色とか落ち着いた配色にする、うん、このポイントをですねこう押さえていただければ、うん、あのカジュアルなねあのパーカーが苦手なエレガントさんもですね、まあ、おしゃれでかっこいい大人のパーカーコーデが作れますので、はい、ぜひ参考にしてみてください。こんな感じでですね、お顔立ちに合わせたアイテムの選び方や着こなし方をすることで、ご自分の魅力を最大限に活かすことができるようになります。顔タイプエレガントさんは、ぜひ今日の動画を参考にしていただいて、秋のパーカーコーデを楽しんでみてください。私たち D コレクションでは、顔タイプ診断を活用して、あなたに似合うコーディネートのご提案を行っています。顔タイプ診断を活用することで、自分に似合いやすい服の傾向がわかる。傾向がわかるから、自分の服選びの基準がわかるようになる。基準がわかるから、服選びで悩んだり迷ったりすることがなくなる。こういったメリットがありますので、ファッションにお悩みを抱えている方にこその顔タイプ診断がおすすめになります。D コレの公式アプリで、無料で簡単に顔タイプ診断ができるようになっていますので、ぜひ一度お試しください。 D コレの公式アプリは概要欄のリンクからダウンロードができますので、ぜひ一度お試しください。無料なのでね、はい、はい、お試しください、はい、それでは本日の動画は以上となります。今日の動画が少しでも参考になったよという方がいらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。